楼閣とは、重層の建築物を言う、高度の功労のこと、塔と類似であるが、塔は、本来仏塔を指し、タワーの訳語としての塔は近代に入っての、用法である。それ以前の高層建築は一般に老、楼閣功労という故障が用いられていた。録音時金閣日本における、楼閣建築の始まりは、弥生時代の暴露に求められる。しかし一般的には、 重層の建築物はほとんど利用されず、外見上重層である仏塔も1階のみに部屋を、儲け2階以上は屋根だけをかける場合が多かった。貴族の邸宅に見られる神殿作り、書院作りも平屋建てを前提とした様式であった。室町期以後、前州の流星とともに、大陸風の老格寺院、茶室が出現する。重層建築は、衣装として重要であったほか、眺望が利く。 高層部は天下を平芸する意図も合わせ持っていた。その例として軽の金閣、銀閣がある。一方、16世紀後半に軍事的必要性及び戦国大名の一円支配強化から暴露を起源とする天守が現れ、城郭建築の象徴として一世を風靡することとなる。他方、寺院における老閣建築も日本独自の発展を見せ、西本願寺の雲格など優れた、 木造老格が現れることとなる。近世に至ると都市部の旅館では、土地の有効利用の目的もあって2階に客間を設けるものが多くなる。明治維新を迎えると、浅草両雲格などレンガ作りのものが現れる。以上を、形の三角という。これに鈍骨こ角を加えて、形の四角。さらに電影角を加えて、形の五角という。他に、疑音角がある。 独楽寺観音閣、楼とは重層の建物、閣とは御殿や櫓など高所の建造物を意味し、これらを総称して楼閣という、中国では国家的大事業の記念や政治的自の目的をもって多くが下半、臨海に建設された。また、縄文には城楼が併設されるのが常であったため、これらも貴重な楼閣遺構として見ることができる。 木造のものとして、最古の遺構は、領代に混流された、独楽寺観音閣である。下半に佇む、大河功労は、多くの歯科にも好んで読まれ、李白の、光閣楼総毛後年の光稜や、祭の光閣楼など教主に富んだ佳作を生むこととなった。光閣楼以上は、江南の三大未王狼と呼ばれている。これに、宝来閣を加えて、中国四大名狼という、 上角に付随する老閣は総称して、上老と呼ばれ、多くは防御用の理由で、城壁上に築かれる。それらには以下のようなものがある。ありがとうございます。